今日はね、もう祝日ですよ、国民の。うん、嬉しいね。これね、ヤコットの運営ね、よくやったと。やるじゃないか、ね、COD の運営たまにはやるじゃん。こういうね、たまにはね、なかなかね、大したことやってくれるわけよ。だから COD やめらんねえんだよな。ほぼ祝日よ、こんな嬉しいことはなかなかないよね。もう赤飯まで炊いちゃってさ、ね、これほんともうね、これはね、今日は全国民がね、もう赤飯をね、食べなきゃね、非国民、うん、ということでね、ちょっといや、嬉しい、マジで。いやー、たまんないね。うん。マジ死ねえじゃねえかよ。いやー、もうね、マジで、冗談抜きで、ほんとに嬉しい、僕。マジで嬉しい。とか、ね、これ。で、ベータ参加プログラム同意書は？ね、これ。ん？は？ベータ ?MWC のこと？は？いや、だから俺、ベータできねえって言ったんだよ！ああ。ベータできねえんだよ、2回目から、じゃないと！だから、ふざけんな、マジで。なあ。興ざめさせんなよ、マジで。よ死ねや。はい、まあ、ということで、まあ、今回はですね、コールオブデューティー MW2 に、まあ、待望のね、シーズン6がね、やってきてくれたということでね、まあ、今回は動画撮っていくんですけども、まあ、今回のシーズン6ね、まあ、正直僕はね、ほら、MW3 のベータ版がさ、もうすぐ始まるじゃないですか。で、そのベータ版が始まって、なんか、プレイステーションの人たちはね、できるけど、PC 版の人たちはさ、ね、なんか、1周目のベータはさ、暇になんじゃん。できねえから。ね、できねえから暇になるから、そういうね、暇な敗北者のね、経済的弱者のやつらのために、なんか暇つぶし程度に作られたねものなのかなっていう風に僕思っていたんですよ、シーズン6だって。本来はね、なんかシーズン6なんかないんじゃねみたいな、シーズン5までなんじゃねとかって言われてたけどさね。でもなんか結局シーズン6出たじゃないですか。だから多分だけど、なんか MWC のベータに参加できない、なんかね、ゴミどものためだけに、まあ暇つぶし程度で作ってやったよみたいなね、しょうもないアップデート内容だったんだろうなっていう風に思ったんですよ。まあ、僕の普段使ってるね、ショットガン、うん、もう仕事道具ですわね。僕の仕事道具にはね、まあ、特にはなんかこう強化とかね、なんか新武器とかね、来ないんだろうなっていう風に思っていたらですよ、なんとですね、725にですね、ダブルバレルショットガンが追加されたということで、よっ、来ちゃい！これがね、たまらんのよ。ね、ついにですよ。ついにね、ダブルバレルショットガンよ。来たかもしれん。おい。来た、マジで。たまんねん。ちょ、もう早く使おう。ね、もうここでね、なんかもう、ね、バカみたいに喋ってもね、どうしようもないからね。とりあえずね、使いましょうよって話ですわ。で、これがね、725なんですけど、皆さん見てください。ね、これ、ストーム、デュアルトリガー。正方のデュアルトリガー2発の弾が同時に発射し、威力を発揮。来ちゃう外役中のためだけに作られたね、このアタッチメントですよ。ね、これをね、使わずして MW2 は楽しめないと。ね、これ使ってない人はね、もう人生のね、80% を損しているということで、まあ、ちょっとこのデュアルトリガー使ってね、やっていこうかなっていうふうに思うんですけどもね、ちょっと今回のね、MW2 のシーズン6ですか、アップデートが来ると同時にね、撮影してね、速攻上げようかなっていうふうに思っていたんですけどもね、案の定ですね、昼の3時まで寝てたということでね、ちょっと今結構ね、急いでもうパッて撮って、パッとね、上げちゃおうかなみたいなふうに思って、今、緊急で動画撮っているんですよ。ね、もうそうだな、ほんと僕オナニーするときとかね、僕30秒で行っちゃうんで、編集はね30秒で終わらしてね、パワッと動画なんかね、上げちゃおうかなぐらいのあれでちょっとやっていこうかなというふうに思うんで、よろしくお願いします、本当に。てか、僕今ね、シーズン6のね、これパッチノート見てるんですけど、これなんかさ、面白いのが乗っかってて、これ見てこれ、ロックウッド300、コールドハンマーデュアルトリガーは、両方の弾を同時に発射し、壊滅的な結果をもたらしますっていう、なんか、クソ怖い日本語文載ってんだけど、なんだよ、これ壊滅的な結果をもたらしてくれるらしい。いや、もうこれ、クソ楽しみだって、もうやべえぞ、マジで。さあ、ということで、早速ね、やってきましたよ。ちょっとこれ、デュアルね、ショットガン使ってね、やばい。待って、結構すごい楽しみ。やばい。な、俺 COD、な、MW3 よりワクワクしてんだけど、なにこれ。じゃあ、早速ね、まあ、使っていこうかなというふうに思います。いきます、デュアルショットガン。いや、待って、俺クソみたいに持ってんじゃねえや、マジでよ。さあ、あれ？え？あ？は？ちょっと待って、ついてるよね。え？ついてるよ。え？デュアルトリガー。は？待って、一回こう、COD だな、待って、ちょっと待って。あれ？え？どういうこと？
あ、え、あ、そういうこと？え、待って、デュアルってそういうこと？そっちのデュアル？こう、ま、俺が想像したなんてさ、こう、銃を2丁持って、何してんだよ？あ、強い、ま、強い、ま、いや、俺がさ、想像したのってさ、な、銃2丁持って、それでなんかね、あの、パン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 みたいなさ、こう、ピストンみたいな感じで撃てるみたいな、そういうのを想像していたんですけど、これ、あれか、1回撃ったら2発同時に出てくるっていう、あ、そ、あ、いや、もう、いや、なんか中途半端、いや、コットンウェイだなぁ。いや、コットンウェイだわ、マジで。なんか、あ、そういうことね。そういう微妙な感じ、いやまあでもこれでね強かったらいいからね、あの確かにちょっとねちょっとなんかこう微妙だなっていう感じは今してるけど、ちょっとまあそれでも強かったらもう万事解決なんでね、うん、結局デュアルでもね、あのチンカスみたいに分かったらね全然嬉しくないんで、はい、あの普通に敵がねあの一発で死んでね、あの外役できればね、あの何でもいいんで、はい、ちょっとこれでまあ果たしてまず強いの、うえー、いいね、いいね、いいね、強いね。今んとこ、まあ、あの、全然ね、評価は高いですよ。100点満点中、今2点ぐらいですね。はい。まあ、果たしてどれだけ強いのかっていうのは結構見物ですよね。だ、2発同時に出てくってことは、中距離、遠距離とかでも、一発で死ぬっていう、そういうことでいいんですよね。待って、これいるね。はい。死ぬね。お、お、いいね、気持ちいい。おーへー、えー、俺いるでしょ。強い、おい、強えぞ、これ、マジで。おい、待って、やばい、これ、MW2 やってる人、俺、これ、使わないとね、損してますよ、人生、マジで。100% 損してる。いや、マジか、なんか、想像してたやつとは、ちょっと、違う。うえぇ、え、は、やばくね、え、これ、やべえぞ、マジで。何これ、待って、新時代生きてるって、さすがに。やばい、MW2 が本気出してきた。やばい、待って、運営好きになっちゃう、これ。やばい、抱いて、やばい、気持ちいい。待って、こっちいるね。あ、お、いや、弱っ、な、は、な、え、ちょ、もっと楽しませてくれよ。まあ、でもこれ、下位置できないな。あ、これ、下位置できないわ。あ、クソじゃん。なんだよ、これ、使い意味あんのかい。おー、ちょ、おー、待って、いいね。はい、もう一回いっちゃうよ。はい、これ、死ねえ、マジで。あ、このね、アタッチメント、このデュアルのね、これ、弱点分かりましたわ。確かにね、敵を一発で倒せるっていう部分ではね、めちゃくちゃ強いんですけど、下位置ができないんで、これ、使い意味ないです、これ。はい、下位置ができないのはね、正直、塩でやる意味がないので、はい、下打ちするまでが1キルですから、コールオブデューティーは。なので、これ実質これまだ0キルです、僕。はい、下打ちできないんで。またあいつ死んで、なんだよ。お前も使ってんな。やっぱみんな使ってるわ、725。うん、だからか、僕、このショットガンのね、アタッチメントを解除するのに、なんかショットガンでなんかね、なんだっけ、ポイントブランクを15回みたいなね、クソだるいミッションあったんですけど、僕、シップメント行ってそれやってきたんですよ、アタッチメント解除するためにね。みんな725使ってっから、うん、みんな725使ってね、そのアタッチメント解除ちょっと頑張ってひしこいてね。気持ち悪い、ね、ね、お前頭大丈夫かマジでな。あ、おい、お前目ついてんのかよマジで。よ、ガンカ行ってこいや、うん、死ねえマジで、うん、気持ち悪いな。マジで今 MW2 本当にね、もう725地獄ですからね。僕がね待ち望んでいたね、待望していた世界がねそこに広がっていたということでね、今 MW2 やるとね、絶賛725にね縛かれるんで、はい、皆さんぜひともね MW2 ね起動してねやってみてください。地獄をねちょっと体験してみてほしい、みんなにも。マジで道連れにしたい、うん、本当に。はー、気持ちいい。まあ、な、屈伸すりゃいいのか。うん、下打ちの代わりにね。いやー、でもちょっとなー、ちょっと弱いよなー、屈伸はなー。ちょっと顔面騎乗位挟んで、うん、これちょっと、パンチが弱いよね。どうせだったらさ、下打ちしたいじゃないですか。はい、どこ見てんのお前よ。ガンガン行ってこい、マジでよ。あー、気持ちいい。いや、でもね、冗談抜きで、ね、普通にね、強いのよ。うん、ちょっと説得力ないけどね、今死んじゃったからね。でもめちゃくちゃ強い。これはね、使う価値ね、あると思うわ。うん、いやー、いいアタッチメント追加してくれんじゃん、コットの運営くんね。たまにはね、こうやってね、ちょっとね、まあ、本気出してくれるわけよ。ね。まあ、うわ、だ、死ねよ、マジで。まあ、普段からね、コット運営のことね、ボロクソに言ってね、人権剥奪させるぐらいね、まあ、誹謗中傷しておりますけどもね。まあ、こういうことをたまにね、50年に1回ぐらいやってくれるから、好きになっちゃうんだよな。うん、シュリやっちゃうのよ。ね。50対250ね。なんか完全にレイプされてますけどもね、お前、0キロもやる気出せや、マジで。お前。やる気出すよマジで、お前頼むぞ本当に。今俺ね、ショットガンでさ新アタッチメント追加されてね、テンション上がってるからね、まだね0キル5ですのね。ちん、俺もキル1はさ、あ、ちょっと待って、ごめん、なんでもない、やめろ、ごめん。なんかやばいやついない、なんかないないない、待って、待って、透けて、お前、なんか
え、なんかバンガードにいそうなやついるぞ、なんか。え、なんかすごいやついたの。あれかシーズン6あれか、なんかハロウィン仕様っていうか、なんかね、ほら時期的にもうさね、ハロウィンだからさね、なんかハロウィンイベント始まってんのよ。なんかくったられやつね、始まってから、だからああいう好きやんのか。なるほどね。うん、いらないけどね別にね。だからほら、シーズン6で、ショットガン以外にもさね、ちゃんとなんか新武器のね SMG とか、なんか新武器のね AR とかね、なんかいろいろ追加されてんすよね。新武器 SMG とかね、なんか ISO なんとかみたいなね、追加されてるんですけど、雑魚、うん、笑わせないでくれよ。そんなさね、必死こいて SMG でさ、ずっとなんかパパパパパってさね、連射ねしてね、頑張ってね、アタッチメントね、最強カスタムとかっつってね、頑張ってやってもね、結局ね、俺のこのね、デュアルのね、この725使ってこうやってパーンって終了なんで。これね、お前もほらね、 SMG で頑張って使ってるでしょね。このざまよ、見てくださいよ、この光景をね。もうほんとね、もうみんなでショットガン使おうよね。なんかショットガン使いたくない教のね、ショットガンに親殺されてる教の方たちもねいるけどさね、もう MW2 のメタ武器はショットガンなんですからさね。だからショットガン使おう、みんなで。そんななんかクソみたいなゴミみたいなプライドさ、さっさと捨ててさね。なんかあれ、俺ショットガン別に使わないからみたいな、俺あんな武器使わねえしみたいなね、COD やってるくせになんかね、無駄な気持ち悪いプライドも、うわ強っ、ほいー、ナイス、いいよ。まあ、でも725自体さね、ほら、うわいいねーいいね、やってんね、運営やってますね、これはね。いや最高だよ、最高だよ、マジでやばい。おーい、ナイス、楽しい、やばい、今日本で一番楽しんでるかも、メダル2。やばいやばい、待って、日本人そんなになかった。待って、あ、いけ、おーい、もう、出ちゃった、声が。思わず、おほ声出ちゃう。ちょ、待って、やばい、待って、ほんとやばい、これ、やばくね、待って、いく、まだ、あ、これやばい、待って、これやばいかも、やばいかも、これ、あ、これダメかも、これダメかも、待って、ああ、おおこれ、どうすんのこれ、マジで。ちょっと、これどうするこれ。ま、弱体化絶対来るぞ、これ、間違いなく。おい、今のうち使った方がいいぞ、お前ら、これ。今のうちに、マジでこれ動画ね、見たらね、しっかり動画見てね、広告クリックしてね、広告全部見た後にね、エミュレーター起動してね、これ、使った方がいい、マジで。ネタ抜きで。これ、絶対弱体化されるから、これ、マジで。うん、ほんとに使った方がいい。え？今ので？今体半分しか、あ、待って、ナイス、いいよ、からの、待って、今最高に気持ちいいから、あー、ナイス、なんか勝手に死んでるわ、あー、またこっちいるね、あー、行っちゃう、行く、な、お前目ついてるのか、おー、なんでよ、マジで。はい、ということで、まあ、しっかりとね、無事にショットガンでレイプすることができたということでね、いやー、このアタッチメントね、こりゃいいね。これ気持ちいいわ。これ見て、この距離ね。まあ、別にこれアタッチメントつけなくてもキルできるけどね。はい、ということでね。まあ、これちょっと繰り返しね、言ってるけどね。マジでね。これ、100億%ね。僕が童貞を卒業できない確率と同じようにね。100億%絶対に弱体化されますのでね。今すぐに、その前にね、弱体化される前にね、このアタッチメントぜひともね、使ってね、やってもらえたらな、というふうに思います。こちらのね、デュアルトリガーですね。はい、マジで強いんで。しっかりとね、外役のね、ゴミ武器を紹介したということで、まあ、この動画ね、終わりにしようと思います。はい、普通にね、このアタッチメントつけずにね、2発撃ってた方がよくねっていうコメントは全て削除させていただきます。よろしくお願いします。ということで、さよなら、バイバイ。